つながったああんむか。そんなことまで聞いてないでしょうなに、勝手に自分の話してるのよ。なれなれしい。ふっ、ありえないわ。あなたさ、調子に乗ってるんでしょう声に出てるのよ。ああんむか。口答えしないの。黙って聞きなさいよ。 全く。今日はあなたに、説教するために、電話をかけてあげたんだからね。感謝しなさいよ。あ怒られる理由がわからないですって。本当にわからないのくずめ。ふざけんじゃないわよ。くず、くず、金玉つぶすわよ。このくず、あのね。私は他の女の子みたいに。 甘くないわよ。お説教するときは、とことん厳しくやるから、優しい言葉なんてかけてたら、あなたのためにならないでしょう優しくして欲しければ、なけなしの貯金を全部下ろして、他の女の子のところにでも、行けばいいじゃないお金さえ持ってれば、優しくしてくれる女の子なんて、外にはいくらでもいるわよ。かわいい子を見つけて、 甘やかしてもらってさ、そのくずっぷりをさらに、ゴミくずにすればいいんだわ。私を悪者にして、陰口を言ってればいいんだわ。あの説教女。てね。でもね、一回、自分の胸に、手を当てて、よく考えてみなさい。自分がいかにクズか、あれもダメ、これもダメ、その癖ヘラヘラしてる。 見ていてイライラするのよ。あなたみたいな人間を。私は、絶対に、許さない。あのさ、人よりできないんなら、人より努力しなさいよ。そんなの当たり前でしょうどうして当たり前のことができないのあなたは無能なの。何の才能もないの。まずそれを認めなさい。ただ、ボケっと生きてるだけだったら。 社会のお荷物でしかないわ。はっきり言って、邪魔なのよ。存在自体がね、あなたはね、そのことをちゃんと認めて、その上で、人の何倍も、何倍も、努力して、それでようやく、ギリギリ、社会に人並み以上の迷惑をかけないで、済むかもしれないってレベルなの。いい世の中は甘くないの。 特に大人の世界はね、人権があるとか、社会的包摂とか、全部、綺麗事だわ。みんな心の中では思ってるの。あなたみたいな劣った人間には、死んでほしいってね。死なないまでも、消えてほしいってね。そして、それはいつか、思うだけでなく、行動になるわ。要するに、いじめられて、攻撃されて、 排除されるの。今までそういう経験がないなら、これからね。今まであったとしても、その日じゃないくらい、ひどい目に、これからふわ。その時、あなたどうするつもりちゃんと戦える抵抗できるま、今のままじゃ無理ね。いい私だっていつまでも、あなたの味方をしてあげられないの。人は一人よ。 最後は自分の足で立って、自分一人で戦うのよ。この腐り切った世の中とね、そのために、今から心がけを変えなさい。努力、努力、努力よ。血を吐いても、血の精子が出ても、努力し続けるの。何事も、死ぬ気でやること。できない、じゃないの。できないなんて知ってるわ。できないなりに努力して。 少しでもマシになりなさいってことよ。言い訳は聞きたくないわ。このクズ。踏んだ。じゃあね。次に会った時に、もしも、何も変わってなかったら、本当に金玉潰すからね。